はいどうも、市川の便利屋です。さあ今回は皆さん大好き草抜き動画となっております。はい、今回は35平米のお家周りのお庭ですね。こちらの草抜きをさせていただきます。今早く見てもらってますけどもね、これが今ダイジェストですね。さあ今回、ビフォーアフターのまずは状態を見ていただきたいと思います。今回15キロ、片道15キロ自転車で走らせまして習志野市まで来ております。そしてお家周りですね、玄関左側、こちらが西側の通路となっております。はい、なかなか茂っておりますね。で、八つ出が今左手に見えましたけども、はい、これを草と捉えるのか木と捉えるのか難しいところだったんですけども、とりあえず木というふうにさせていただきました。はい、草抜きの中にね、どうしてもねちょっと低い木とかね混ざったりするんですけどね、その見積もりが難しかったですね。で、右側にあるのがツタですね。はい、ツタもこの草とはカウントせずにですね、ツタはツタ除去というサービスを出しておりますので、はい、ツタとしてカウントさせていただきました。はい、もともとここにね物置あったらしくて、今ちょっと草が生えてませんけども、ツタだけはしっかり生えてたんですね。そして給湯器周りですね、この辺りも本当にいつも草が生き生きと育っているポイントですね。はい、右手も見ていただいた、ちょっとツタの破片がありましたね。はい、そして左奥に行きますと、ちょっと、またなんか観葉植物が植わってあったんですね。前のオーナーさん、オーナーチェンジによって今ねリノベーションしてる最中なんですけども、前のオーナーさんが観葉植物が好きだったみたいで、あちこちに観葉植物が植えられてるんですね。そして観葉植物用のもうふかふかのいい土が、ね、あちこちに散りばめられていて、その分いろんな植物が生き生き育ってると、そんな状況ですね。はい、手前にあるのがアジサイですね。はい、最後のラスボスがアジサイということですね。はい、で、また違う角度で壁に伝ってあるツタですね、この辺りをチェックしておりますけども、ちょっと壁が古いのでね、無理やりこれ剥がした時にボロボロっといってしまわないかどうか、それが心配でしたね。それがどうなったか、間もなく見ていただきたいと思います。はい、やっぱね春先ですから、今4月ですからね、すごく生き生きと育っていますね。雨が降るたびにもう新芽がどんどん出てきますから、今取っておかないともっと大変な労力になってたかと思います。ということで今回のダイジェスト見ていただきましょう。スタートです。さあまずは8倍速で見ていただきたいと思います。割と最初の方はね、この新芽の方で新しくできたツタなので、まあ勃化してないですね、木のように硬くなってないので、割と取りやすかったなっていう印象ですけども、それでもね壁の向こうまでこう巻いた状態、そして穴が開いているところにこう入り込んでますから、なかなか取りづらかったですね。で、あまりこの武器である僕の鎌をね使って剥がすことも壁を痛めてしまいますから、なかなかやりづらかったので慎重にやってますね。8倍速なんで雑にやってるように見えるかもしれないですけど、はい、かなり丁寧に慎重にやらせていただきました。はい、そして下の方行くと、やっぱりツタのね、なかなか硬いツルがもうねいっぱいあるわけですね。これを取って袋詰めにするのがやっぱね結構大変なんですよね。袋をね破ってしまいますからね。さて今回45リットルの袋たくさん用意していただきましたけど、何袋なったでしょうか。それも楽しみですね。はい、向こうか、はい、どうしても取りにくいので、この後はい外に回りまして、はい、外しております。足元には吹きがいっぱいなってましてですね、その吹きを踏むたびになんかよくわからない小映えがいっぱい出てきて、ゾッとしましたね。はい、こういうところにね、あのシマヘビとかもね多分潜んでると思うので、ちょっと夏場はちょっと気をつけてヤブに入らないとね、本当にヤブヘビですよね、まさしく。はい、そんな感じなんですけども、で今これが西側なのでまだいいんですけど、午前中に来た場合ね、東側だとものすごく日が照って暑いと思うんですけども、はい、これが西側だったので先にこの日陰の方を片付ける、そして地面よりも上のところですね、まあ、高いところからどんどん草を取っていく、ツタを取っていくっていうのが定石ですからね。はい、まずは高いところをやりました。そして今度はまた日陰の西側の通路ですね。はい、これはもう得意の冷気がけですね。冷気というかトンボ、はい、これで地面をちょっとずつ削っていくってね、はい、削って、根っこごとピリッと剥がすということですね。はい、今回雨上がりでね、前日に雨降ったのでちょっと心配だったんですけども、ふかふかの土をね撒いてくれてたおかげで水はきがものすごく良かったんですね。だから冷気がけして表面の土を削るということができました。そして、表面の根っこも取ることができました。もともとのご依頼としましては、根っこは全部取らなくてもいいよと、表面の草を取ってもらったら、あとは強力な除草剤、粒のね、あの下流の
除草剤をまいて、で水分を含ましてこう浸透させていってですね、根っこからその薬剤を吸わせて枯らしていくという、そういう強力なやつを買うということなんで、そこまで徹底して取らなくてもいいよというふうに言ってくれてたんですけど、やっぱ見た目ね、仕上がりが綺麗になってほしいので、いけそうなところはやっぱりゴリゴリやっちゃいましたね。本来なら抜根作業が入ったりとかしてですね、もうお値段高くなるんですけども、はい、今回は草抜き料金プラスツタの料金で、若干やっぱり、木が生えたので、アジサイとかに関しては抜根作業というふうにやらせていただきました。あ、抜根までいかないですね、伐採作業ですね。実際抜根はしたんですけども、それはもうサービスでやらせていただきました、はい、上物だけ取るっていうね、伐採作業としてお見積もりしました。だから実は3つの作業をしてるんですね、ここにね、はい、そういったことですね。で、あとゴミも結構落ちてたんですけども、それもサービスで、一緒に取っちゃいました。本来はね、草は草で、もともと落ちてるゴミはゴミで分けさせてもらうんですけども、ちょっとそれも大変そうだったんで、はい、というのがこれ新しいオーナーさんがですね、また貸し出し用にこれ買ったらしいんですね。なので草を抜いて新しいお客さんがこう、あ、素敵なお家だなと思って、で借りてくれるということを期待してます、はい、そして外壁の、ね、塗装もやるらしいので、足場これから組むのでね、草が生えてるとやりにくいということで、草をとりあえず急遽、取らせていただくということになりました。で、内装も終わって最終の仕上げの段階でまた草が生えてたら、草抜きまたお願いしていただく、もしくは防草シートを貼ることも検討されてましたね。なので今回作業終わった後に防草シート、貼った場合のお見積もりも出させていただきました。さあ、一番大変であろう、北側のお庭ですね。もうお庭というか、通路というかね、はい、結構広いですよね。ここにまたね、ドクダミが結構生えているんですよね。で、左側にはヤツデが生えてたんですね。天狗が持ってるヌチワみたいなやつですね。ヤツデっていうか、あれ指が8本に見えるから、葉っぱが8本に見えるからヤツデなんで、だからヤツ指のはずなのになぜかヤツデなんですね。不思議ですよね。ヤマタノオロチも首が8つあるので、首の間は股が7つだから、七股のオロチじゃないかっていうね、のび太くんも言ってましたけども、いろんな名前の由来っていうのはね、調べたら面白いもんでね。でもよくよく考えたら、ヤマタノオロチっていうのは首がこの円状にこう並んでいるわけだから、結局股は8つなんですね。首が8つで、また間も8つなんで、それはそれでいいんじゃないかなって思いますけどね。ヤマタっていうか、ヤクビのオロチでいいのにね、なんで股の方をフォーカスしたのか、それも謎が膨らまるばかりですね。はい、話それましたけども、だんだん草が取れてきましたね。やっぱり最初からね、もう本当はこのゴリゴリ表面削りたかったんですけども、根っこがやっぱね強力すぎてですね、ある程度こう上物を取ってからじゃないとゴリゴリできないなということを判断しまして、やっぱり4週ですね、僕 やっぱり4週かかるってことが分かりましたね。1回目はざっとやって、どれぐらいの手応えの生え具合なのかっていうのをまずざっと見てですね、で2週目に上物を全部取っていく、で3週目にゴリゴリ削る、で4週目に破片とかを全部片付けるっていうね、はい、その4段階でやってますから、今回35平米なので、結局全体の作業としては、130平米分ぐらいやったんじゃないでしょうかね。はい、そしてこの湯沸かし器周りですけども、ここによく生えている常連のやつらが片バミですね。四つ葉のクローバーと思いきや片バミっていうやつですね。ややこしいですね、はい、なんか見た目可愛らしく思う人もいるかもしれないですけど、可愛さに騙されてはいけません。このこいつらはですね、球根を作って、もうどんどん増えていくのでね、見たらすぐに除去しないとダメですね。なんか茎とかはね、そんなに大きくならないので、そこまで影響力ないかなと思うんですけど、やっぱりね、なかなかしぶといですから。お、ついに始まりましたね、表面ゴリゴリ作戦ですね、はい、こうなってくるとやっぱちょっと綺麗になってきますね。で、このゴリゴリ作戦での天敵っていうのがマンホールですね、はい、水の線の蓋なんかよくわからない線があちこち埋まってますから、そういったものがね、作業している間にどんどん見つかってきましたね。そのあたりを傷つけないように、またゴリってやった瞬間に蓋が開いてしまうことあるんですね。で、開いてしまってそこに土がボロボロって入ってしまったりとか、そういうハプニングがあったり、で右手の壁際見たらですね、いろんな線がコードがぶら下がっていたり埋まったりするんで、そこも気をつけてやらないと、一気にガリってやってしまったら、ね、草の根っこだと思って やってしまったらそのコードを引きちぎってしまうというようなことねあったりしますから。またアース線とかもね、もうアース線エリアいなくなりましたけど、はい、過ぎちゃいましたけど、
アース線があったりとか、いろいろ壁際っていうのは大変ですね。まあ、この今手前にあるのが竜のひげですね。トトロで出てきた竜のひげですね。この竜のひげもね、観葉植物として売ってたりするんでね、多分このぐらいのでっかい株だと1000円2000円ぐらいするんじゃないですかね、はい、それを捨てなきゃいけないというね、ちょっと心苦しいところありましたけども、はい、今回まあバッとね上を引っ張ったら取れちゃったんでよかったんですけども、まあ、スコップでねこの家の際に生えてる草とか取るときはやっぱ気をつけないと、配管とかありますからね、そこもやっつけてしまったらちょっと具合が悪いというかね、本当に申し訳ないってなってしまうので、はい、慎重にやっております。さあそして右のコーナーですけども、今引っこ抜いてたところ、はい、この植物実際何だったのかってね気になりましてですね、はい、今ちょっとスマホ取りに行ってますね。で取りに行ってちょっと気になった植物あったら名前をちょっと調べてね、どんどん知識を蓄えていこうかなと思って、はい、で今気になって Google レンズというものでね、はい、撮影して検索したらですね、これはオモトという万年青っていうね中国原産の植物だったんですね。やっぱり、前のオーナーさんがこれをわざわざ買ってですね、で鉢植えに多分してたんでしょうね。それが、まあ何かのタイミングでもう外に植えようってなって、あのコーナーに植えたと思うんですね。そしたら立派にもう一株だったであろうものが5株ぐらいに増えていってましたね。地下茎って言いまして、地下に通っている、茎ですね、茎でどんどん増えていくタイプだと思われますね、はい、これもね僕が観葉植物好きだったら持って帰って育ってたかと思うんですけど、僕は野菜専門ですね。実のならないものはあんまり興味ないので、はい、でも観葉植物のなんか生命力が興味あるので、お客さんがね、植えてる鉢植えをこうどうにか生き生きさせたいとかね、そういう興味はあるんでね、ただ自分で育てるっていうことには至らないですね、はい、まあ、なんか僕としてはなんかお宝がいっぱいあったお庭だなって感じがしましたね。竜のひげもね、自分の今庭にちょっと飛び石があってですね、その飛び石の周りに竜のひげ植えたりとかして、ちょっと、グランドカバーに使ってるんですけども、ちょっとボコボコ剥げてるところがあったんで、それに補強で植えたいなとか思ったんですけども、ちょっと持って帰るの大変そうだったんで、今回は残念ながら捨ててしまいましたけども、本当に立派でしたね。普通竜のひげの周りに草とかがね混ざってて結構汚くなってるんですけども、純粋な竜のひげだったんで、あれは持って帰りたいなって思いましたね。さあついに東側の通路最終コーナーですね、はい、ラスボスのアジサイですね、はい、これを取っていきます。はい、先ほども言った通りね、抜根作業はしなくていいよって言われたんですけども、これね取ってるうちにですね根っこがもうついてきちゃったんですね。だからもう上を引っ張ったら根っこがもう抜けるので、まあ抜けるところまでは取っちゃおうと思いまして、はい、ちょっと周りを柔らかくしましてですね、配管とかないか確認して、はい、引っこ抜きました。根っこ取れましたね。立派な根っこです。やっぱね木をね、草を抜くのはまあ割と慣れてるんですけど、木を抜くとなるとちょっと心苦しいですね。ここまで育つのに結構な年月かけたと思うんですよね。で頑張って生まれてきた植物、それを引っこ抜いてしまうっていうのはね、申し訳ないなと思いながら、まあ、仕事だからごめんねって感じですね。はい、でだんだん綺麗になってきましたね。地表が見えてきました。どうやらここの通路、もともとはあの見えてるコンクリートレベルぐらいの高さだったんですけど、土をたくさん入れていくうちに増えていったんでしょうね。もうなんかはみ出してもう流れ出てましたんで、今こうやって冷気で戻してますね。でまた雨が降るたびに流れていくとは思うんですけども、一応ここが境目だよっていうことが分かるようにさせていただきました。で謎のなんか鉢底石なのか鉢底板みたいなのが現れたりね、はい、なんか野球のベースですね。一塁二塁のベースみたいなのが、丸いのがあります。もしくはチーズみたいな感じですね。はい、なんか例えがいろいろあって分かりづらくてすいませんね。はい、そして玄関周りですね。最初ここの奥のところからまあゴリゴリ削っていったんですけども、玄関周りはちょっと火が照ってたので、後回しにさせていただいておりました。はい、ここでまた Google レンズの登場ですね。はい、気になった植物があったのでこれちょっと撮ってみました。そしたらタガネソウというものだったんですね。はい、やっぱね、あ、緑とね白、これ綺麗なやつで、多分ね以前両国のマンションの花壇の草抜きやらせていただいた時に結構生えてたやつですね、はい、これもまあなんか笹みたいな感じでグランドカバーっていうかね、まあ揃えたら綺麗ですよね。生え揃うと綺麗な植物だと思うんですけども、このようにね大きく育ってしまうとやっぱり雑草っていうかね、抜かれてしまう運命にあるんでしょうね、はい、それを今から、はい、撤去していきます。
こういった草もね、買えばね、園芸店で高いんですけどね、はい、スコップを入れまして、はい、もうめった打ちですね、はい、土を落とさないといけないから、めった打ち、はい、めった打ちにして土を落として、はい、取っていきました。本当ね、昨日雨降ったと思えないぐらい乾いてましたね。水はけがいいんですよね、はい、でまあ一応泥もね、靴の下につくんですけども、そこまでつかずに済みましたね、はい。ちょっと今右の方に見えているのが、人工芝ですね。人工芝持ってきて、この靴の底に土がついた時ね、そこで、まあ、足拭きとして使わせてもらってますね。100均で売ってるんで便利です。あ、出てきた、はい、水の、あの水道の蓋ですね。水道の線の蓋、メーターの蓋、あれが埋まってましたね。かなり土かぶってましたよね今までどうしてたんだっていう、そういう疑問が湧いてきますけども、謎ですね。まあやっぱいろんな時間が経つと土がついたりとかするのかな。それから出るときに一斉に鉢植えの土を捨てたのかもしれないですよね、はい。結構新しい土だったような気もします。本当にね、もう家が近かったらこれ土回収したいぐらいですね。まだまだうちの庭には土が足りないので、どんどん土をできればね持って帰りたいなと思ってますけどね。このあと除草剤ここに撒きますからね。植物としては、植物に対しては悪い環境になっていくはずですからその前にいい土だけ持って帰りたいなとか思ったりしますけどね。でもまあ持って帰ったでいろんな種とかもついてますから、新しい雑草が増えてしまうことにもなるから、ここは慎重にやらないといけないですけどね。さあ、そして最終コーナーですね。もともと物置きがあったところですね、はい。ここもう火が照ってて暑いんですけども仕方ないですね。最後ここやるしかないので、今穴を掘ってます。これ何をしているかというとですね、ここ穴掘ってですね、どうしてもこの草を抜いた後にですね、いろんな破片が出てくるんですね、細かいやつ、はい。それらを捨てるときに、まあ、ゴミ袋なんか入れてしまうと、土というのは普通には捨てられないので、そういったことが、まあ、問題になってしまうので、できればその破片とかを捨てるゴミ穴を作らせてくださいと。でそこにゴミ穴にまとめた後に、そこに重点的に除草剤を撒いておけば、まあ、死滅していくだろうということで処分場を作らせてもらいました、はい。そして今整地しまして、何事もなかったかのように作らせていただきました、はい。ここに重点的に後で除草剤を捨てていただいて、これにて作業完了ということになりました。はい、じゃあ作業後の状態見ていただきましょう。まず玄関周りですね、これ 1.5 倍速で見ていただきます、はい。結構日の向きも変わりましたね。西日に変わってきました、はい。作業を始めてこれで5時間経ったところですね、はい。どうしてもね、動画撮影してると時間食ってしまうので、本当は4時間から5時間の間で終わらせてますよと、はい。それ以上長くなる場合はちょっと延長料になるかもしれませんとかいうふうに言ってたんですけども、まあ、僕の都合もあったので、はい、まあ、この辺りは仕方ないなとは思ってますね、はい。その分、いい仕上がりになればそれで僕も満足ですからね、はい。こちら北側ですね、一番広いエリアですね、はい。ここもだいぶ見違えましたね。もう草が残ってませんね、はい。気持ちよく完成したと思います。本当にもう久々の草抜きだったので気合い入れさせていただきました。本当にもう2週間ぐらい前からね、もうやり取りをして綿密にどういった作業をしましょうかとかね、写真も送っていただいて、現在の状態見させていただきまして、ちょっとこの辺り見えにくいんでもう一度写真くださいとかね、ちょっといろいろお伝えさせていただいて、で送っていただきました。やっぱ見えてないところがあるっていうのはね、お見積もりしづらいですから、やっぱちょっとね、後で請求しなくて済むように、はい、事前に綿密な打ち合わせをさせていただきました、はい。そしてこんな感じですね。100均で売ってる人工芝ですね、これがちょうど足拭きにいいんですよね、はい。よければ皆さんも買ってみてはいかがでしょうか、はい。今回は45リットルのゴミ袋9袋となりました。大量でしたね、はい。そして今回そんなこんなで5時間作業をみっちりやらせていただきまして、いただいた作業料が25,300円でした。どうもありがとうございました、はい。23,000円プラス消費税で25,300円ということですね。暮らしのマーケット経由で今回はご依頼をいただいたということで消費税がかかっておりますが、これもしね、動画見てもらっている方、直接この動画の概要欄にあります市川の便利屋@gmail.com から直接ご連絡いただければ消費税なしで見積もりさせていただきますので、どうぞご利用いただければと思います。その他、この動画のチャンネルのヘッダーにあります QR コードなどね、利用していただいて LINE で直接いただいても同じに対応させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
かゆいところに手が届く市川の便利屋でした。どうもありがとうございました。それではまた。